ファイトンの軌道。近日点が水星の内側に入り込んでいるのがわかるファイトンは太陽系の地球近傍小惑星でアポロ群に属する。イギリス、アメリカ、オランダの共同科学プロジェクトの赤外線天文衛星の画像を調査していたイギリスのサイモン・グリーン、ジョン・ケイ・デイビースが1983年10月11日に小天体を発見した。10月14日に 国際天文学連合解放3878号で、この天体はカリフ号 1983TB として発見が公表され、チャールズ・コワルがこの天体は構成上であると報告した。その後まもなく観光された1区3881号では、フレッド・ホイップルが 1983TB の 軌道要素と写真測定された双子座流星群の軌道要素が一致すると報告した。こうして 1983TB は双子座流星群の母天体だと判明した。その後 1983TB は当時知られていた地球近傍小惑星の中では最も太陽に接近する天体であることが判明しギリシア神話に登場する太陽神へ。 リオスの息子、パエトーンにちなみ、ファエトンと命名された。ファエトンは、太陽への接近時には、表面温度が最大で 1025K に達する。なお、現在ではさらに太陽に近づく、小惑星も発見されている。21世紀初頭時点の調査では、ファエトンからはコマや、ダストテールなどは観測されていなかったが、双子座流星群の母天体と確定したこと。 スペクトル分類が B 型であることなどから、ファイトンはゴミを出し尽くした彗星の慣れの果てであると考えられている。2007年12月8日、アレシボ天文台がファイトンのレーダー測定を行った。近日点通過直後の2009年6月、ステレオ衛星の観測により1時17分等級から10等級に急激に増高し、2012年5月にも、 同様に増光が観測された。この急激な増光の原因として2013年に水星上の尾が発見され、ファイトンが今もなお活動していることが明らかとなった。2017年12月16日に地球から0.06893173天文単位まで接近し、アレシボ天文台により再びレーダー測定が行われた結果、形状が球形に近いこと、 直径が約6キロメートルであることが判明した。ファイトンに対しては宇宙航空研究開発機構などが探査機ディスティニーによる近接観測を計画している。ファイトンは2093年12月14日に地球から0.0194天文単位まで接近すると予測されている。また潜在的に危険な小惑星の中では最大級の大きさである。 ありがとうございます。